喂，喂，哎，有了，有了啊，有了啦，有了啦，有了啦，新设备，给我没有声音，有了嘛。哇，我们直接开始。哎，不好意思，我今天比较晚一点，因为想说刚首播完，休息一下下。哇，哎，工商一下，我的那个主频道呢有一个新影片哦，剪很久哦，还重上一次哦。不过那个没有时效性啊，可以慢慢看，好不好？哎，贴给你儿子看，贴给你孙子看，贴给你孩子看。现在要去哪里？哦，昨天有路边遇到一个任务，我先去暖身一下。OK。效能模式。嗯？哎，这是怎样？调查咖啡厅。怎么会？你们再不把这个东西记下来，你们就没有人记得故事了。你看哦，我们这一代已经开始忘记，你已经开始忘记你小时候的事情。你怎么知道这个地方的名字的由来是怎么来的？你再不讲你的之后，你孙子跟你讲，你会忘光光哦。你再不赶快记起来。他怎么进去了？是用看的吗？今日准备拍摄，临时休业 ，SOS。なんだ？なんだ？なんだ？你们有听过以前的什么故事吗？よし。可以跟我讲一下，我可以去找。我本来想找虎姑婆到底是在哪里，结果好像虎姑婆，好像亚洲，就只有台湾人在讲。但是最早在哪里传的，已经不知道了。这是什么？双城小道。ONG，是太诡异了吧？这个。什么意思？这是一个彩蛋吧？潜龙体
潜龙谍影啊，致敬。这个强盗是不是故意跟小岛做的有点像？超故意的。小岛啊，小岛修复。喂，警察，鱼肉好吃吗？那个是台南的啊。鱼肉好吃吗？那个啊，啊，鱼肉好吃，提拔喝架了。那个只有照片，那个要跟玫瑰之夜拿。阿弟，告诉我是哪里、啊？他在哪里啊？看不到他欸，看不到他欸，他在哪里啊？玫瑰之夜有复刻啊，你们可以去看，有复刻版，有复刻版的。在哪里？抓不到，追不到吧？我追不到了耶！啊，追到了！玫瑰之夜，我记得前几年有那个几年纪念的时候，有把其中经典的几集拿出来再播。妈的个！但是它有个都市传说，你们知道吗？就是小时候好像有人看过有一集什么瀑布有七爷八爷，还是什么黑白无常。然后我记得还有一集是在车子旁边有一个家人的。照那个什么亲友的照片，但是他只有一半的身体那个。然后我记得还有一集是浮起来的脚印在沙滩上面，那个后来复刻的都找不到了，复刻版的都没有了。なるほど。へえ。瀑布那个很红吧，因为那个之后没有人
有相关的记录，连那是台视吗？还是华视？连那个连原本的电视台都没有啊！好像不知道什么水灾的时候把那个影带都弄不见了，真的是齁，还不赶快上传 YouTube？ 哦，现在 YouTube 这个，你不觉得 YouTube 已经综艺化了吗？已经。已经蛋塔化了，要么就是要口味很重，要么就是老店，对不对？是这边吗？嗯，这是谁？あの。中狂，好，なるほど。哦，隐形的小偷。在两千大街上寻找耶冰淇淋的点心被偷吃，就你们员工啊，好，つまり保全吗？それって、犯人有可能是将自己钱包，なるほど。东，你说他说钱会自己不见是不是？あの、はい。我怎么觉得是一个很智障的东西？消费者金融保险会见，それって会不会是汇率啊？あの、ところで、なるほど。我户头的钱会自己不见，我也是啊。鬼手印，隐形的小偷，汇率啊！你以为你存在台？你以为你存在你户头的10000日币就10000日币吗？不是哦，
转回来会变少。现在日币很便宜，赶快买。你们声音有爆炸吗？你声音声有爆，微声有爆炸吗？应该。应该没有。我先是讲，我先，我不是调查完了吗？他刚刚有要叫我什么？我没有查到啊。他是对对对，他刚刚是叫我怎样去找楼上吗？来来来，你死定了，这个人是在这里吗？还是要跟他讲话。拿武士刀往上戳。保险箱在哪里？难道有了？刚看完龙龙鼠，安安安安安安，王哥安安，王哥安安，地板的垃圾。これは。怪しいな。冰箱地板的垃圾也算哎。新台币75元，聊天室拜干爹拜起来。阿杰晚安，刚刚看完《龙龙鼠》，所以姗姗来迟。喂、什么大蟑螂？这肯定有人哦。我觉得他垃圾在地上怎么？右果你好，安安，右果安安。打不开啊！这一段是怎样？刀子有看人吗？没有哎、これは。
这段我觉得有点不是那么明显的那个，不是明显的推，不是明显的，超级不明显的偷吃布丁零食。天花板怪声，没有偷走的日本刀，会是谁呢？あの。嗨。偷骗隐形小偷的真实身份是，现在还是躲在天花板里。嗨。爹。八成是住在天花板。嗨。要するに。哎呦，寄生下流，寄生上流。嗯，该什么把用这个啊，老鼠药啊。嗨。哇！呀！まったく。你是山田？嗯？他被我解雇了。被公司炒鱿鱼，付不出房租。マジかよ。被炒鱿鱼当晚直接住公司。那，喂。ところで、はあ、啊，解雇你也是有原因的。え？这边的都感人剧情，我们应该要来点劲爆的。小支线。这个都是拿东西的啦，好吧，我们继续昨天的那些。沉重的话题。沉重的话题。アニメちゃん。しばらく寝とけっての。我们的恋爱线什么时候才会出现呢？我们的恋爱线什么时候才会出现？我看一下我的东西有没有来。昨天资讯量有点多，对，昨天的资讯量超大。あれ？いや、のんびりしてやがんな。話は聞いたぜ。わ？偉人町に行くんだろ？沢先生に会いに行よう。海藤さんは学校に入れないでしょう。先生に会えるのは俺だけだよ。分かってるって。でもまた外で待ち合わせることになったら俺も呼べるだろう。状況分かってる海藤さん。沢先生も三越葉殺しに一枚噛んでるかもしれないんだ。お前こそ分かってねえな。
你看你看，爱丢爱丢爱丢啊！そんなことしねえよ。え？俺は人を見る目には自信があるんだ。特にいい女についてはな。やっぱあんたには負けるよ。爱丢爱丢啦。爱到了啦。昨天的剧情整理一下，反正呢就是有一群同梯的，有可能在集体制造一个复仇案，然后我们的天使老师呢，搞不好是其中一员。有可能啊，我不知道。よし、じゃあ俺はつくもんとこに行ってるぜ。中華街で腹ごしらえしてからな。いつも楽しそうだね、カイトさんは。いい店ばっかだぜ。あんだけ数あると1日4、5軒は行かねえと。何？どうしたの？見てみろ。阿克斯的，来了，东星乌鸦。カムロ町の半グレがなんでこっちに？よ、阿克斯、なんでお前がここにいんだ？おい、俺らこっちだって。カイトだ。奇遇じゃねえかよ。取り込み中だ。悪いな。あの野郎、偉人中に何の用だ？わざわざこっちまで手下引き連れて。もしかして俺らと関係ある？いや、乌鸦越看越帅。俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこだよね。うん。あれも RK の奴らかな。結構な人数でこっちに来てるみたいだ。ああ。カムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。ふん、まあ奴らが何してようがわざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。はい、我们要去。我们要回归校园了。欸，我看到有一个任务欸。等不及了，我们叫计程车去。红头发是大天哥吗？出现，你们想要玩社，先玩社团先吗？冲啊！来了，我们小妖精。阿玛萨，ヤガミさん。新的社团是不是？五。あ、四刀杀人。ええ。ああ。実は。四拳揍人。なあ。なるほど。ええ。鸭切全野，ヤガミさん。あ、ねえ。ケント君。実は。全野学长、姐还有不良的都很客气，都不客气。一个一个打倒之后就出名了。
アマサ。潜入拳击馆。察するに。わかった。実は。打架啦，打架是不是？要打架是不是？这个我可以啊。但是不在这边呢。是不是不在这边？在外面对不对？轰木拳馆在哪里？应该不在这边。我的保健室老师什么时候才会出现啊？我的保健室老师，保健室老师讲完就没有人了。你看，我去看一下。如果没有，我们再去找哲老师。我拯救我的爱情，我拯救我的爱情。拢无伫咧，拢无伫咧啦！这是咩怕？拢无伫咧是咩怕啦？拢无伫咧是要怕啥啦？来了。あ、八神さん。どうも。今少しいいですか、先生。三越馬君の動画を見ました。わかります。例のあの動画ですよね。江原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか。それなら三越馬君を殺してないはずですよね。でもあの動画は本物にしか見えなくて。ええ、おそらく本物です。あの動画の通り江原さんは自分の手で三越馬を殺したんだと思います。ただそうなると同じ日に起きた痴漢事件の方にトリックがあったことになります。先生は江原さんに痴漢された被害者のこと知りませんか。名前は間宮ユイと言います。知りませんけど。間宮ユイの旧姓は鈴木でした。彼女は13年前に黒川学園の生徒だった鈴木ユイです。鈴木ユイ。そんな、じゃあ江原さんは優衣に痴漢したということですか。彼女を知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした。S 腰帯。そうです。高校の3年生の時に。高校3年生。多分そうじゃないかと思ってました。でも間宮優衣が痴漢被害者だったことは。だってまさかそんな。先生にしたらありえない偶然ですよね。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。それも1日300万人が乗り降りする駅で。どういうことなんです。間宮ユイは江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。それが殺人のアリバイ工作であることも。でもなんでです。なんでユイが江原さんと。ユイ、这位老师好像真的不知道。如果这是假装的，他肯定演技过了。我是觉得阴谋论比较精彩啊。今俺の知る限り、江原さんと間宮ユイ、他到底是不是装的呢？両方に面識があったのは先生だけです。八神さんは。私が二人を取り持ったと。先生は間宮ユイとどういう仲だったんです。友人かただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです。高校の同窓会なんかは。大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。
同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない？そうです。なるほど。そういえば江原さんと間宮ゆいには接点というかもう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。江原さんは息子の敏郎くん、間宮ゆいは同級生の楠本満くん。だから例えば間宮ゆいはそのことで江原さんに共感してたのかも。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います？今のを聞いて何か心当たりは？そんなこと言われても。あの沢先生、もう職員会議が始まりますけど。あ、すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと詳しく教えてもらえませんか？間宮ゆいは楠本満の自殺未遂をどんな風に見てたんです？ごめんなさい、ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。江原はわざと痴漢の汚名を着ることで罪を逃れてる可能性がある。おまけに間宮ゆい以外にも三越場殺しの共犯者たちがいます。ちょっと一直在逼人家讲话。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。私が？今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは江原と間宮ゆいがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。お好きになさってください。完了。你就是替身死者。替身死者会互相吸引，你就是霸凌死者，霸凌者会互相吸引。这个呢，目前的取向偏向，大家都是串谋。他直接跟人家讲，直接跟人家逼问呢。木村直接跟他逼问欸。やばいですよ。情勒大王，对啊，情勒，情勒王。我觉得他有时候其实蛮情绪勒索。你到底要逼我到什么程度？沙織さん、矢上だけど。沢先生。ああ、やっぱり彼女と間宮ゆいは。なるほど。なるほど。その件です。ん？そのいじめ加害者は河合信也という子で、13年前、ミツル君が校舎を飛び降りた後、逃げるように転校しています。そして大人になると、こちらのカムロ町で働いていたようなんです。へえ、そんなことまで。おまけに河合は同級生を自殺に追い込んだことをカムロ町でならかもね。組にこそ入らなかったものの、河合はほとんど今画像を送りました。5年前に撮られた。来、加害人。どう、あ、こいつ小稿。知ってる顔ですか？又是小稿。小稿出現。この間 RK のチンピラたちが探し回ってた。ガールズバーのマネージャーだって。確かにガールズバーで働いてたようです。ただその店がどこかまでは分かってません。こいつが河合信也だったのか。他就是加害者。でも其中一个霸凌者。なんで今になって RK が探すんだ？彼らはその河合を見つけたんですか？いや、
ただリーダーの相馬ってやつが言ってた。何年か前にカムロ町から姿殺された。ああ、でもこうして見ると最近似たような話を。今度の河合も三越芝と同じ、過去にいじめ加害者だったやつだ。およおよ、加害人、それが二人とも殺された。加害人どこは。どうでしょう、カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なく、理由は大体金か女か。確かにね。河合の件はこちらで RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずです。反正呢，那时候参与霸凌的一个一个挂掉了的意思。一个一个挂掉了。どうでした？岩上さんはなんて？ついこの間、RK の人たちが河合信也を探し回ってたそうです。え？か、そして出された結論が、河合はもう殺されたのだろうと。おい、ずいぶん物騒な話だな。治安。確かに最近。やから系の人たちが誰か探してるっぽかったですね。町の人たちに聞き込んだりして。でもなんで RK が可愛いよ。まさかうちの事件とつながってくるんですかね。 RK についてはつながりがよくわかりません。星野くんは引き続きネットで可愛いのことを調べてください。え、矢上さんに頼ってばかりじゃいられませんから、少しは私も足を動かさないと。え？我现在在操控他欸。哇哦！どうしようかな。我现在要做什么呢？我现在变成女儿身了，怎么办？我先去厕所一趟。我先去厕所一趟。我先去厕所一趟。我先往下看。我现在变女儿身了，我现在变第一人称。何見てんだな。お前、お前。沙織さん。怎样？なら僕も。大丈夫。いえ。不是矿上。啊，怎样？臭老板。一天到晚在那边意淫我，哈？怎样加薪呢？我那么辛苦加薪喂？一人で町に出るのか？看病没有用的男人，自拍我没办法啊，我没有任何东西。哎，哎有哎，哇可以自拍啊！啊啦啦啦啦啦啦啦啊啦啦啦啦！我自拍一下。血汗工厂。血汗公司打卡，血汗公司，血汗公司，原田事务所，血汗公司打卡，血汗公司。他应该会告诉我哪里见到 RK 的人。我先逛个街。我不能跑步，我这个人不能跑步。我这个人呢，走，我这个人我不能 shopping 啦！天哪，我不能 shopping 啦！神堡拉面，我的人生活动范围是只有神堡拉面。神堡拉面陪伴着我，我的自由呢就只有这个神堡神室拉面陪伴我。神室拉面是我第一个朋友。这脚踏车呢，脚踏车是我第二个朋友。
脚踏车是我第二朋友，摩托车第三个。啊，他到底是怎样？他，我觉得他设计这个应该是别有用意的吧。我感觉应该是有别的用意的。啊，活动范围好小啊。玛丽姐。もよ。玛丽姐。ようこそいらっしゃい、沙織ちゃん。嬉しいね、来てくれて。お邪魔します。こんにちは。ターボーと仲良しの先生よね。あの子は今日一緒じゃないの？ええ。そう。じゃあ遠慮なくガールズトークできちゃうね。なんだいマリネ。それじゃ俺がお邪魔みたいになるじゃないの。ああ、マスターは乙女心を分かってくれるから許してあげる。哦，他喝酒了。何飲むか迷ってんでしょ？いいよ。あいつ最近つけが溜まってるし。ありがとうございます。そういうわけで、RK の人って。あちゃー、やっぱり仕事の用事だったか。でも沙織ちゃん、おいしそうにお酒の。本当、なんだかかっこいい。そんな、お二人に言われると恐縮しちゃいます。マリネと美人が二人並んでるとなんかこう年がいもなくウキウキしてくるね。あら、本当だ。今日マスターいつもより12ヶ月は若く見える。真会说话呀，玛丽姐。それじゃいつもと変わんないじゃないの。だってマスターがそれ以上若くなったら。ああ、本当ですね。本当。ああ。いやしかし RK に会いたいと来たか。彼らも肩ギから RK ですかと聞か。そうね。しかも沙織ちゃん。そうなるとちょっとだけ沙織ちゃんほどの美人が街を歩けば RK から近づいてくるよ。ただその格好だと硬すぎちゃうから。少し隙のある服とかメイクにするといいかな。我们要换衣服了吗？なるほど。隙のある服とメイク。ターボーから聞いてるよ。沙織ちゃんがその気になったら、カムロ町のキャバ嬢たちも顔負けだって。收視率、这个就对了嘛。興味があったの。ノーアルタカはキャバ嬢みたいな格好をするということで。まあ他の手もなくはないだ。よかったら私が見つくろ。わかりました。じゃあ、オッケー。要求过了。来了来了。熟悉的音乐啊，直接来熟悉的音乐。熟悉的音乐啊，熟悉的桥段啊，他还是驼背，这一模一样啊。我们是要换一个，换一件。这个都没变哎，这个都是以前那个。我们之前是这一套，对不对？我们之前是这一套。我们要换旗袍吗？我们换旗袍怎么样？我那时候蛮想换旗袍的啦，但是这件是最辣的，若隐若现。其实第一件也不错。上次酒红色是
丽姐赞哦。没有，他这个模组跟等下动画的不一样，他等下动画不一样，他等下动画呢，他等下动画会换成一个崭新的世界。哎，上次是哪个？上次那个发型不见了耶！哎呦呦，在这里，对。我觉得上次这个发型很好看。哦。这个怎么样？哦，真的要化妆哎，这个是，真的要化妆哎。哦，粉红色真的好看哎，不知道为什么。我上次是这样，我上次是这个吧，我上次是用这个，对不对？超级好看，超级。只是我上次那个妆呢，那个粉红太那个，不行，这个不能太粉红，这个不行，这个要。就一点点掉，红一点，红红的。哦，这跟上次差不多。上次是这样，对不对？哇，这个就不需要浓妆的吧？啊啦啦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 啦
不对，身材是有点奇怪。他短发好看。没有，他全身是蓝色的，他在一个浅色头发不太对。他这一套服装只能配这个发饰，他这套服装不能再同色系了，他很奇怪，就跟蓝色的柱子那里。凌波凛，凌波凛是这边有那个。
这个也好看，绝北珍惜，这个怎么样？这个短发是真的好看。哦，洋妞吗？洋妞旗袍，洋妞旗袍，哇哦！哦，一个精灵，一个精灵，要吗？妖精，一个妖精啊，一个妖精，啊啦啦啦！这个就哇，这个要配 其他的，这个要配其他的衣服，这个头发就要配其他的衣服。哇，这个只有绿色吗？哎呀，哎呀，你嗯啊嗯哎，Let it go, let it go 啊 ，Elsa。Let it go 啊，Let it go。怎么样？要不要 Let it go 呢？我啊，没有，这个都是，这个是那个 HD 的版本而已，它等一下会变成它等一下会变成很辣的啦。Lady Go 不好吗？ Lady Go 不好吗？ Lady Go 不错啊，这个鲜，这个蛮鲜的呢，这个蛮鲜的啊，这个蛮仙气的啊，我来看一下他的发型。对啊，哇，这个金色长发要配这个，金色长发配这一套可以，金色长发配这一套是可以。怎么样？然后他变短发，短发 twice 啊 ，twice 我，不行不行，他其实这个要配点金色，你的功很好啊，小洋装是什么？我不知道小洋装是什么，小洋装是怎样？我不知道什么是小洋装，可不可以给我正确的名称？我没有穿过小洋装，我不知道啊。有没有露肚脐的？什么是小洋装？你各位跟我讲一下。这个是小洋装吗？哦，哎，这套跟Lady Go哪一个比较好呢？这套跟Lady Go怎么？哎，我这套屁，这个这一套看起来屁股很大。这个呢？哦，哇，紫色，哇，这个，哎，这个是睡衣的吧？哦，这个是，哦，这个。
个 Lady Go 啊，可是这个很睡衣欸，这个你们喜欢这个睡衣啊，这性感睡衣欸。你们喜欢睡衣？你们是喜欢睡衣的吗？这个试验线肉比较大呢，我这个更大哦。你说这个是紧身衣呢？怎么办啊？最下面的白色，这个很难看欸，它没有纯白的。这个，哦，有人刚刚说最下面纯白。这个可以走在路上，这个。这个有黑的吗？没有啊。我是觉得他的身材长得可以修身啊。起跑就跟你说不适合这个发型欸。还是你们要这样，我先起跑怎么样？起跑最短啊，起跑最短又有前面的，你们最爱看的。但是我为了起跑，我要换发型，起跑也只能换发型，起跑只能换这种。这个我先自己存档了。黑发也不错啊，好难选哦，就这样吧，深色一点，这个好了。这个怎么样？先这样吧。我应该刚刚先存档一下我的配件。这个好，大气一点。就这个啦。这个又短又有那个。结束了、哦，再看一下，就要再深一点。这个也不错啊。好了啦，我不想再选了，就这样吧。我还是比较喜欢这个发色，就这样 ，Go Go。なるほど。これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。マリさんの前でこんな格好、なんだか恥ずかしいです。何言ってるの？本当に綺麗。いや、そんな。本当に大丈夫だね。我靠！我靠！我靠嘞！我靠哦！まだ何か足りないみたいね。最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。愛る愛る。でも私そういうのは。じゃあ
弁護士としてのプライドそれはあるでしょ弁護士としてのオッケーバッチリほら見てみて回头率百分之三百哦，百分之一千。こんな気分久しぶりです。ありがとう、マリさん。RK の連中に会いたいんだよね。それだったら私と一緒にスカウトされに行く？スカウト？ RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくるの。特に多いのは。そこの占領通りね。二人で歩いてみる。魔族真的是不行。いいんですか？そこまで付き合ってもらっちゃって。動画的真的很強。私も沙織ちゃんのメイクがどれくらい効果あるか見たいし。いいの。こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。要死我！没人要拍你啦！哇！耶！这个呢，打卡，感觉事业更进一步了呢。笑脸，笑脸。为了事业，笑脸，笑脸。Oh my god！ 谁啦？把你撇掉，这个心机的，这个会把它撇掉，会把它卡掉。有一个在这边抢镜头的 ，photo bomber， 这个在那边抢镜头。不能看，不能看。哦，这个也太夸张了，这个裙子是不是有点那个？啊啦啦啊啦啦啦！这只能这个嘛。他没有其他角度了，他没有其他角度了。这样。走楼梯可以看吗？哦，孤矮地啊，但是呢。是有楼梯吗？哦，这个他没有很哦，我是要走去哪里？あの、いや、ちょっとごめん。お姉さんたちかっこいいね。今日はどこか飲み行く感じ？それともこの辺の店で働いてるとか？うん。女二人寂しく飲み歩いてるとこ。ねえ。ねえ。だったら俺に奢らせてくんない？いい店知ってんだ。いくらでも飲ましてあげるよ。うわあ、すごい羽振りいいんだ。でも私たちめちゃ飲んじゃうよ。大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。わー。君たち可愛いね。タイプよ。タイプよ。年上の女に興味があるの？タイプって俺もすか？どうしたの？そのお花。
でも絆創膏がすごくセクシーでワイルド。あらやだ、今夜は私すごくだらしなくなっちゃってやだよ、やだし。ちょっと、沙織ちゃん。おお、だらしない沙織ちゃん大好き。你们是 RK 的。ところで、あなた方は R。あ、何のことだ。お姉さんたち何？そんな怖い顔しないで。今この町はほとんど RK のものだって。イケてる組織にいる人たちって、うん、一応さ、俺らもそういうのって、うん、お姉さんたちも男や。ほんとかっこいいね。ええ、あのお兄さんたちはやっぱ、まあ大きな、少なくとも俺らなくしては今カムロ町って今、まあね、もう人類とか国境の伝説、これからはいかにルールのねえや、壮絶な世界。そういえばこの間、何年か前に姿を、ああ、おい、まとめ逃出来よ。あん時さ、さすが、お兄さんたちは情報通なのね。へへ、5年前に、ある、何それ面白そう。結局、その人は見つかったの？いや、さすがにダメだった。それが、ある晩昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。多分過去によその町でトラブってたんだろう。そんで押し問答した後、最後以来、それってどっかよそで殺されたんだよ。河合が生きてりゃ町に戻ってきたはず。他可以直接跟不认识人透露那么多。ってことは今頃、その河合、さあね、でももう5年も前のことだからな。おい、不要被女生骗了。その目撃談があるということは、誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということですよね、5年前に。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子だ。まあ俺らはその子に話を聞いたってやつからまた。そのお店の場所は神室町で、5年も前のガールズバーだぜ。その間に何百件も潰れちゃ新しくできてんだからよ。じゃあそもそも誰が今になって河合を探そうとしたんです？ RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね。そいつはもうちょい上に聞かなきゃわかんないんだけどさ。それよりちょっと待った。こっちからも一つ聞いていい？はい。さっき沙織ちゃん、河合信也って言ってたけど、なんであいつのフルネーム知ってんの？わ？俺ら言わなかったはずだけど。わ。なんだと？もしかして最初から河合のことを聞きたくて俺らと話してたわけ？何もなく。何をするんです？その手を離して。誰なんだお前。まずいよ。我只是刚好路过的 RK 粉。通りすがりの RK ファンです。全然怪しいものじゃないんだから、やめてよ。え、そうだな、全然怪しくない。バカ、気を確かに持て。めちゃめちゃ怪しいよ。くそ、色仕掛けが通用する俺じゃねえぞ。誰なんだお前。再次。通りすがりの RK ファンです。再次よ。全然怪しいものじゃないんだから、やめてよ。やめてよ。そうだな、全然怪しくない。バカ、気を確かに持て。くそ、ちゃ、我才不是。お前らに名乗る名はない。この手を離せ。この私に暴力や脅しは通じない。なんだと、急に本性出してきたじゃねえか。ならこの手はなんだ、震えてるじゃねえか。武者震いってやつだ。うわ、好凶が。そんな男たぶらかすような格好して言うよね、沙織ちゃん。ああ、ざけんじゃねえぞ姉ちゃん。沙織ちゃん。あれ、あ、目障りだぞチンピラ。来了、東さん。てめえ、東東啊。东东怎么来这边？啊，对，这边是。那些神神士兵。
あの礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけ。他不知道他是谁，他不知道他是谁啦。特に美人。ありがとうございます、東さん。だから礼なんて。なんで俺の名前を。タツだよ。城崎です。源田法律事務所の。お久しぶりです。嘘だ。いや、これは気がつきませんね、城崎先生。しかし、すげえっすね。見違えましたよ。どんどんギャーでよ。ありがとうございました、東さん。私はともかく、マリさんを危ない目に遭わせるところでした。本当に助かりました。若くて強くてかっこいい。私、タイプかも。さっきの奴らは RK ですね。最近街中で調子づいてるんですよ。どんどん耍帅啊。这个人呢是之前组织，就是有几个好朋友。对啊，这是这个啦，前东会主八神先生的拜把的。よかったら。但是他好像是还在黑道里面。哎呀，何？俺も最近は。暇してるもんだ。あら、そうなんですか。ちょうどいいですね。暇な者同士、今夜は楽しく過ごしません。あ、じゃあその前に八神さんに電話を入れさせてください。お、这个八神の野郎、何してんですかね。城崎先生の電話には通行類内に出ろってんですよ。出ません。おかしいですね。もう一度かけてみます。这个殺された。ああ、でもこうしてみると最近似たような話を聞いたような。这个我是觉得他的今度の河合も三越芝と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。刚刚是哪一段の。それが二人とも殺された。どうでしょう。カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。我觉得杀之起码也有。理由は大体金か女か。河合もそんなケースの一人なのか。河合有。確かにね。河合の件は D4F。もう少し調べてみます。RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。ああ、よろしく。开会。可恶，我要先我。他刚刚有存档吧？我刚刚有存档吧？有哎、欸，这个档案呢要留起来哦。绝对不止低，对，绝对不止。哎、欸，这是什么？我的一、e、呢？对哦 ，A B C D E F。那、啊，嗯？欸、他是要我用这个。聞こえにくいな。不是吗？不是用听的吗？怎样？你可以跟我讲是怎么回事吗？这很明显用。难道这附近有什么吗？難しいな。
这个是怎样？是 D？ 没有，你去看那些，为什么没有E呢？好像。可能跟迷片有关系，迷片是不是很少E的？要么就直升 F。迷片的逻辑是没有E的，要么就是 A B C， 要么就直升 F。F 听起来又 F 听起来又更厉害了、啊。这个你们自己去问男生啊，这个我怎么解释？你们去看多看多看看就知道了。增广见闻，多看看就知道了。为什么没有E呢？自己没人在E的啦，只剩 F 的啦。先调查，ヤガミさん。嗯？无眼呢？要先调。阿玛さん。いえ。あ。はい。へえ。再变魔术，再变魔术，是不是在变魔术呢？哦，把我耳朵变大之类的，大概不是，尴尬，真令人尴尬、啊。ここだな。哦，这个是街头，这个是街头奖励啊。マジかよ。嗯。哦。街头奖励。啊。ヤガミだ。和先生讨论过 D 跟 E 差别不罢，对不对？都直升 F 哦，我说对不对？都直接进化。哎，要不要去目前馆？我们要去目前馆，你先去打一下。你怎么知道有 J？ J 开头女星就是 J Cup Julia， 那个号称 J Cup。换错风格了，我换错风格了。哦，我想说怎么打不痛？
来人。サマラ、はい。サマラは社会に居場所のない殺せ。荒木。で、俺だ。荒木。驚き健闘。はじめまして。誘拐機、殿下は何なんだって聞いてんだ。暴動か、暴行か。いや。我是什么更生人协会？俺は。なんだと。なんじゃ、カトギが半端な覚悟で入った。おっとと失せろ、なんじゃくん。あの。貴様。緊張。お願いします。お前、ふざけんじゃねえ。え。え。我怎么死机了？你们看到画面吗？我连画面，我连那个声音都没有哎，难的要呢。啊啦啦！哎，哎，有了有哎，可是没有声音是这样。哦，有有有，吓死我了！哈哈哈！大主，哈哈哈！切！该不会？哈哈哈！没有，他刚应该是截取器的，截取器好像有时候过热会有点问题。啊，没事没事，回来回来。ヤガミ。いや。啊？死ね！一丁やるか。お？有了吧？你们看到有画面了吧？我后台看是有的。先自由出手。打爆你一个打爆哦。风木好。他怎么一直被扁？箭步闪避。啊你的！哈哈哈，体力耗尽了吧？千山脚型。它是这个是一定会倒的，对不对？接二，他现在在教学啦，我打他不会扣血的。扁爆你！你为什么你都不会扣血？哈，你为什么不会扣血啦？你为什么不会扣血？肝脏全体，跟你讲，为什么他不会扣血？是怎样啊？
挑选是不是？那，やってる。やがみ。要するに貴様。来了来了来了。やがみ。这怎么没有开始？来吧，顺便 OK 啊。一丁やるか。眼下勇马，下巴毁灭者。他刚应该都是教学，现在才开始。哎呦喂呀！双下巴毁灭者，我是双下巴毁灭者。やめちまえ、死ね！怕了怕了，丢脸丢脸，输输给那个新来的，丢脸，打，我这样不按，他就一直打，一直打。喂。枫木吧。那。那。一二。啊。切入。啊。金魚。あれ。おっちゃん、スパーした。ダメだ。なんでや。ダメだと言って。毎日シャドウやら。黙れバカ野郎。もうええやろ。あれから。うるせえ。あれ。接受处分。なあ、誰でも。なあ、誰や。いやねえな。今日入会したやつスパーさせてもらえなくて。あんたが？だが、さっき岩下をスパーで倒した。岩下さん、こいつ強い？強すぎですよ。強いですよ。結構強いですよ。ええんか。ああ。おい、やがみ！おっちゃん、俺はもう昔の俺ちゃうね。俺はもっともっと強くならなあかんね。だがやばそうなら止める。我在那打回学校，我把你打回学校，把你打回学校。やってる。高二，高二，要求过了。行くぜ。本気で行かせてもらうで。好像很强哎，好像很强啊！要求我。哎呀呀！啊啦啦啦！好像很强嘛。哇！很强嘛。哎呦！
喂，为什么都扣一点点？你打我几拳，你扣一点点。为什么是什么招？哎！为什么是扣一点点而已？为什么是干呢？拿来是怎样？为什么呢？如何？来，问。天气是吧？他血没有补哦。EX 是怎样 ？EX 是怎样？哇哦，这怎么拳？会有一个招，这个为什么他可以反制我的？哎呀呀呀，看！这个蛮好玩的，这个。他有一个攻防的感觉，但是我不知道为什么他有一招是会扣 会反扣我的那个。这是剧情吧？这是剧情吧？这蛮好玩的，说实在的。喂，那。オーナー行くで。接下来不放水了，完了，这我可能。
这有个打这块感觉他两个刺拳。我打那么多拳呢、欸，干嘛？我打了那么多拳是怎样？我刚刚打的光刚是怎样？这是剧情吧？这白听啊，这白。这什么样怕？这怎么打？这是剧情吧？是剧情吧？まだ序の口やで。这应该是剧情啦。一二。哦，他没体力了，持久赛，持久赛。天呀！拳击意外的蛮好玩的，如果势均力敌的话，蛮好玩。何すんねん。来了，我要开挂了，我是主角啊！不作死，我是主角。パゲル！来了来了。ふざけんじゃねえ！剧情な。感情なしが！な。なに？の。すまん！あ？想要提升权力，两种威力金。反正呢，就应该是一个打到打往上打的概念啊。那。什么？我。如果对手是普通人，他会下一次的收住力量，纯粹的杀意。这个美术被他打爆了。全野把他的练习对手给他打爆。那拳击怪物啊！それって。啊。お。他有来过，他有来调查过。什么？哈哈哈！帕雷鲁，起你！
没人。呀，起你！我什么时候可以打呢？来打啊！决赛啊！不行了，我要一直打这些。哦，原来海公公那么瘦吗？我可以打，我可以跟这些人打，是不是？传授技能哦，啊，万兵在对手攻击时，按正方形格挡配合。他怎么都是 L1？只能练习吗？我怎么打？打勾勾是怎样？我要跟他打一下。本気で行くぜ。本気で行くぜ。我的那个呢？我的那个闪避怎么不见了？打爆你个打爆！有个躺分哦，来了。天使之角，行くぜ，来吧。一只赖，哦，他是防御型的，是不是啊？要墙角，你要墙角，你死定了！我装逼，你在装嘛？在躲嘛？在躲嘛？气炸！
哎，没气了，没气啊！好不气，好不气，来呀、啊，来呀、啊！怎样？你们看我这么奇怪？我上下打，上下打，上下打，呜呼！没力了，没力了，过来，过来！没一个人打的，没一个人打的。哎呦！次で決める没一个人打的、啊。哎呦！死！决赛了吧？哦？哎？よし、行くか。あったあったあった。あいやいやいや。绑鞋带，绑鞋带。他马上就要满了哎、欸！这个跟踪也太扯淡，这个跟踪呢？快要没有招式了，阿布内啊，阿布内，完了，我不能再蒙混下去了，我没有招了，我没有招了，哎哎哎。他好难哦！他干嘛？
あらら、おかしいな。変な感じしたんや。两颗惊叹号了哦，我看是凶多多了啦。他到底想怎样？这一代的跟踪比较好玩一点，比较多东西。上一代的跟踪呢？啊，人了没去？哎呀，啦！啊啦！直接撞到人家是怎样？直接撞到人家的部分。黎明。変な感じしたんやけどな。可以了，结束了。四拳咒人，换舞会彼此竞争。なんでやねん。なんでやねん。大阪腔欸。我来救我的学生了嘛。来了，我要来救我的学生了。喂。我是拳击社新的指导老师，怎么样？哇！那外闪避嘞？吃过垃圾桶，啊！帅！うせよ。还是被注意到的、啊。我想知道变强的秘诀啊。せやな。你当真的吗？空腹。他想学。我。想学啊，我教你啊。拳击外禁止暴力。欸，他很乖欸。それって何や？なあ。ん？反正呢，就是他应该是有另外一群人在，对，揍人的是其他人，应该是街头混混，他只是长得很凶而已。他只是长得很凶啊！他只是长得很凶。欸，那我们四拳就这样没了吗？我要怎么去打他们？主线剧情是打发时间。我的主线剧情就我的主线叫我打发时间啊。
他是一个蛮老实的人。哦，哎，什么天泽教的诅咒？这是哪里？脚踏车停车场。哎，我要怎么过去？啊，不是啊，那直接下去哦，直接悬疑社下面就对了。百年一剑，练武奇才，对，就直接进去吧。来了，哦，来了，细仓，这个我觉得有潜力哦，已经腻了，全看完了，你要不要加入全集社？あのさ、あのさ。机器人色啊？それ机器人大赛？はい。ですが、儿童梦。九九九九的高中照片。なんだって？九九私生子 ，Professor。ところで、八神さん。いや。ええ。実は。哦。机器人设的。螺丝。那。はい。なるほど。まあな。ええ。真のメーター、お願いします。へえ。ですが、察するに、アマサ、怎么又多了一个社团？这里是哪里啊？不是，我应该是要那个吧？啊，有了，我应该是要。八神さん。天沢。开始此事件后，再完成自己的其他事件会暂停，要继续吗？现在还是算了。这是主线对不对？哦。这是主线对不对？哇，那我们今天是没什么特别进度了。哦，我们今天可能没什么进度哦。他刚刚意思应该是会进入一个无法回去的事情。看一下哦，那我先去机器人社。可是我全集社可以了吗？对啊，我全集社要去哪里啊？我先去把机器人的解一解。不是吗？是吧？通常会这样问的不是都那个吗？通常这样问的都是那个，都是有事情的。我的经验啊。今天进入沙之，啊，沙之啊！这不是推理有，对，他呢这一代刚好当老师，但是我觉得蛮厉害的，这个安排上了。他主线其实很沉重，但是支线呢又很青春，怎么会这样？我先把这边解完，应该差不多。好不好？
昇進者知事。どうも。今日から外部指導員することに。私が部長の沖手川ドームです。そうか。八神さんでした。ロボットに関して。いや。またこれだよ。ん？八神さん。理事長に頼まれたのでしょうが、我々は我々だけでうまくやっていますので。ああ、沖手川くんだっけ？一応俺も仕事で来てるから、邪魔はしないからさ。時々見に来てもいい。まあ。不屑我们。邪魔をそれじゃあ。あ、宅男社、機器人社、機器人社。八神だ。高森しおん。ん？へえ。あの。八神だ。車崎哲郎です。車崎。あ、設計へえ。はい。八神だ。1年の桜伝統です。ところで、はい。はあ、不会写程式的社员。社长是怎么样的人呢？那，敏捷开发。哈。那。へえ。実は。いいですか。お。試合の時間です。なあ。ええ。チェ。他们要做什么呢？隔壁校的。マジかよ、高森。おいおい。何？田径社的时候吃了萝卜干。まずいな。那実は操作员啊，完了，是不是我要操作？我就来看看开外挂实力。へえ。いや。はあ？偉そうに。なあ。何？我来呀。他是无人机哦。おいおい。来吧。お願いします。はあ？最適解だ。最適解だと。三句。さが。消去法だ。いいですか？起きてが。ええ。这什么机器人大战？这棋盘是，我傻眼呢。是吗？机械大战吗？是吗？踩格子是不是？将机器人配置。哦，不是哦，这是什么？不是不是不是，好像是要拼格子。我以为是战棋玩法，战棋玩法蛮好笑的。这是什么？这是啥？他刚刚说要怎样？
哇！他有一个，刚刚有一个点蛮奇怪的。哦，八神さん。哦。よし。なかなかの腕だ。問題ない。抢格子啊！行け！認めざるを得ないね。よっしゃ！よっしゃ！你们格子太弱了，我这格子，我这格子强，格子有十八，我的，压败走。为什么？你们哪来的那个？为什么他们那么多？你们其他人在干嘛？啊，你其他人在做什么？よし、問題ない。いいね。よし、まずいな。いいね。ボンミスだ。損害を報告しろ。不是啊，那我这个哦，不是这个是占地的游戏，就是你要占很多地，占的地越多越赢，对不对？我可以抢过他们的地的。我把那个地铺完。まずいな。認めざるを得ないね。よっしゃ。なかなかの腕だ。よし。我同学都在躺分呢。哎，又抢到一 K， 一 K 不苦路。問題ない。認めざるを得ないね。太弱了，54/21。よし。よっしゃ。よっしゃ。不要挡路，降神。气炸！你个。你真是，你假吗？いいね。認めざるを得ないね。太弱了吧。最高の気分。直接连到对方基地也算，そうなんだ。哎，这算蛮有趣的，但。趣味的东西。よし。おいおい。な。お。マジかよ。高森。納得いかね。は？おいおい。最適解。どっちが？実は。え？え。へえ。お願いします。あ。ち。お。好了，差不多了。这样子我就有这个社的社团了，是不是？打发时间，向天者报告，差不多了。我们多了一个社团了。电竞社办。
なあ、実は。ん？まあね。へえ。糸倉。他会写程式。嗯。机器人是要不？哈？哎呀呀呀！お断り。啊。潜力股啊。嗯嗯。ですが、ねえ、ん？あのさ、え？糸倉さん。言っとくけど。なあ。はいはい。糸倉さん。ちょっと。ああ。好。结束了。哎，还没，继续再。好了，今天大概是这样。接下来应该是只是社团的剧情而已，因为他一直在打发时间，应该是这一段必须的。好，晚安了各位。今天呢，玩了一下下，先这样子，完了。主频道有新片可以去看一下，应该。感觉他会加入那个社团的感觉上。晚安了。今天比较累。